ということで土屋圭一様でございます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう土屋さんって言ったらですね、僕はあの前も言いましたけど86、それから R32、はい、そして NSXR という3つの車種が、実は手薄なのが R32、 あんまりネットで R32 について喋ってるところ出てないですよね。ないね、ほぼ86だよね。うん、うんうん、でたまに NSX のタイプ R。 そうだね、今回やりましょうよ。どこもやってないね、3人はね。人気あるはずなんですけどね、うん、でもね、僕はね、あまりにも当時人気あって、これ乗ったら峠で一番速いから、うん、反感ビーキ、ジャイアンツが子供の頃が好きじゃなかった僕としてはね、買わなかったんですよ。そう、買わないですけど、うん、とんでもなく速かったですよね、当時。速いよ、でも1990年代は、うん、世界一速いんだから。そうですよね、つくまにあのスーパーカーとか持ってきてもこれが勝っちゃったりとか、うん、いろいろしてましたもんね。だってあの時代ってまだグループ A があったから、はいはい、でグループ A で世界一決定戦っていうのツーリングカーやってて、もう GTR 一人勝ちよ。でしたね。その前はフォードシエラっていう車で、うん、そうそうそう、あれハンドル重かったんでしょ、うん、フォードシエラもそうだし、うん、ボルボもそうだし、はあ、いや土屋さんと俺の話になると必ず出てくるのがおもすて話なんですけど、フォードシエラはどうでしたか。重い重いよね、はい、でね、2リッターターボだからドッカンターボ、うん、はあ、乗りにくい、はあ、でもそのフォードシエラがグループ A の頂点にいたのに、これが2台カルソニックと、そうそう、それからリーボックリーボックが出てきて、で全部周回遅れにしたでしょ。全然違うわけですよね。でもレベルが違ったね、この1990年、うん、これが出てきた時は。なるほど。とんでもなくもレベルが違う。かっこよかったよ、本当にさ。結局何台買ったんですか。俺はね、5台買ったかな。5台ですね。いろいろ最初標準車出てきて、うん、それからあと、V スペックがあって、うんうん、それから N1 があって、うん、ニスモがあって、V スペック2があって、うん、そうだね、いろいろありましたけど、やっぱり上位バージョンを買ってたんですか。俺の場合はもうその K オフィスっていうインチキショップがあったんだけど自分で言っちゃってる。そこで、ええ、そのこの3人の GTR の足回りの開発をやってたの。そう、その長野の町工場でね、そうそうそう、ブレーキの開発とか、そうそうそう、かパーツの開発とかいろいろやって、で雑誌に出て、まああの頃土屋さんがすごい有名になってきた頃、うん、あとテレビのレースレポート、うん、あの辺のところからですよね、土屋圭一の名前が出てきたの、うん、だと思う、うん、でこれの開発やって大体もう1万キロぐらい乗るとボディがやれちゃうわけよ。だって週2日から3日は、うん、テストしてるから、ブレーキパッドとローター、うん、サスペンションのテストを、うん、守ってボディがやれちゃうんですから、ものすごいんですよ土屋圭一の運転がだからもう大体1万から1万5千キロで買い替えてたよね。自分の車でやるんですね。当たり前でしょ、それ持ち込みなんですね。俺が買うんだもんね。え、だから駆け出しとしては僕車持ってるからやらせてくださいっていう、そういう姿勢も必要だったんですか。まあそうだよね、だって会社としてはそんな無駄金使いたくもないっていう。ああそうですよね、うん、適当に 2,3 回テストやって、そこそこ良きはそれで売り出しましょうって。ああ、冗談じゃねえよ、俺の車だよ。なるほど、今でこそね、アクセスでもうお願いしますって言って、いいよって乗ってるけど、昔はもう馬の骨が GTR 持ってきてこれで開発しますっていう、そういう時代もあったわけですからね。そうそうそう、だからということで自分の中ではすごくこう、ね、思い出深い車ですか、これ。思い出深いっていうか、もう86でプロになったでしょ、はい、で 32GTR で一流になったでしょ、だからやっぱ時代としては、時代を築き上げてくれた車の一台、一番イケイケな、そうそうそう、上昇機運の時の車ですよね、うん、いや本当にそう、この車自体はあのチューニングパーツっていうのは当時いっぱい売れたんですか。いやすごかったよ、だってグループ A をやってたから、うん、RB26 の、そのピストンからコンロットからはい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 、そのいろんなものが、ニスモから出てきたよ。まあ足回りもそうだよ、うん、足回りもそうなんだけど、俺的にはやっぱりその当時は車検対応っていうと車高調はダメだった、あ、そうだったんですか。そうそうそう、だからノーマル形状で20ミリから25ミリ落としたサスペンションを開発してたの。やっぱり長野の文化だと、あのまずバネ切ってみたいな。ねえそれ箱スカの時代だよそうですか、ちゃんと測って。90年代そんなことしないから。すごい失礼いたしました僕すっかり分かってなかったから。だからスプリングワンオフで頼んで、はい、だからバネも 250g 単位で
頼むわけよ。かーいっぱいあったわけですね。そうそう、それで1年ぐらいかかったかな。週3日はテストして1年ぐらいかかった、うん、その時同時に車何台持ってたんですか？1台ですか？2台ぐらい持ってたんですか？1台なんだけど、やっぱり1万から1万5千キロで買い替えるっていう、うん、もうボディがこうふにゃふにゃしてくるから、まあロールゲージ入れちゃえばいいんだけど、ロールゲージ入れると、まあ、今度ボディ剛性変わっちゃうじゃん。はいはいはい、はい、だからそれはしないでノーマル形状のまま。お客さんの車と違っちゃう。そうそうそう、あっていうテストの仕方だよね。ということは土屋さんは足回りと、まあ、ブレーキパッドなんかもやってましたね。やってた、ね、それからあとエンジンパーツのハードなやつ、タービンもやってました？タービンはやってない。タービンやってないです、うん、タービンも山ほど出てましたよね。出てた、うん、あとは冷却系、うん、いっぱいあった。あとは穴がたくさん開いてるボンネットとか。あれ嫌いあれ美しくない。ああいうのでもエアロはやってましたよね。エアロやってるけど、うん、俺はこのまんまのノーマルが好きだったの。なるほど。32GTR って、まあ、86もそうだけどノーマルの美しさってあるわけよ。はいはいはい、はい、でそれがこの穴だらけにするのはどうも俺は許せなかった、ね、なるほど。あとタイヤホイールね、うん、タイヤホイール、タイヤホイール、うん、マフラー、マフラーもね、足回り、うん、まあ、エアロもテストはするけどね、自分の車にはつけない、うん、だから結構、まあ、ブレーキとサスペンションのテストが多かったね。そうするとあとデフとかね、ちょっとハードになってくると、うん、山ほどやることあったっていうか、あったあった、世の中みんなこれの部品欲しくって買ったわけですね。そう、そうするとこの車はね、今日のオーナーはあの2オーナー目らしいんですけども、うん、ほぼノーマルなんですよ。いやだからで日産でメンテしてる、はあ、ね、そうでしょ、日産の販売店でメンテしてるんですよ。すごいね。だから日産のフルメンテってぼったくりみたいに高いよいやでも本当はあの経営オフィスのショップに騙されて変なパーツ入れなくてよかったですね。余計なのよどこかにかかってない車なんですよ。だって K オフィスで俺自慢はシルビア 32GTR、うん、これはもう絶対だよ。 MR2 もやってましたよね。 MR2 もやってたけどね、うん、やっぱり MR2 はあそこまでだな、ここまでのレベルまでは仕上がんない、うん、あそうですか、うん、いや 32GTR で K オフィスのシール貼ったの一つ峠ではなんかもう俺が一番的なステータス、うん、ステータス、そういましたもん、ね、いっぱい、うん、いやあの足はあの当時史上最強よ。あ、下手な車高調なんか全然相手にならない。そうですか。いまだにつけてる人いるかもしれませんね。いるかもね、うん、あだってノーマルの方がそんだけパーツがたくさんあったら少ないんじゃないですか、しまいにはと思うけどね、うん、これノーマルで乗るとどんな車なんですか？ノーマルで乗っても全然問題ないけど、やっぱ俺のその時代ってサーキット走る人が多かった、だからノーマルだとやっぱりこうちょっとこうストロークがあるかな、ストロークが大きい、うん、でブレーキも、うん、そうだな、サーキットだとつくばだと 3,4 周でフェードしちゃう。だってこれちっちゃいですよね。ちっちゃいちっちゃい。僕ねこれ、中古でシルビアにつけてるんですけど、シルビアでさえフェードしましたからね。そう、うん、だからこのスペックに対してブレーキはキャリパーもローターも小さすぎる。へえ。だからそういうので開発もしてたよね。あの冷却系はノーマルだと足りるんですか？冷却もやんないとダメだよ、ラジエーターは、はいはい、全然もうノーマルだと、サーキットで、仙台、スゴン、はい、3周でオーバーヒートする。走っててももう負けちゃうんですか？負けちゃう負けちゃう。だからラジエーター変えないとダメ。あ、そうするとエンジンもいっちゃうんですか？タービンとかいっちゃったりするんですか？タービンはいっちゃうね、うん、だからやっぱりサーキット走る人たちはまずラジエーター、ラジエーターブレーキ、はやってたね。いや当時の車だって今はねターボでサーキット走ってもうそうそう壊れないじゃないですか。壊れない、全然壊れない。シビックタイプ R とか今の車はやっぱりね、うんうん、よくできてるよ。よくできてますね、うん、サーキット走っても何でもないですよっていう車が多い。あ、まあ、この時代はね、うん、サーキットそんな走んねえだろうみたいな、うん、考え方なんじゃない、うん、メーカーの人たちもそんな、 なんかこうサーキット経験がなかったんですかね。っていうかまあベースとして出した、うんうん、いじれば速いし、うん、ブレーキもキャリパーもローターもありますよっていう世界だよね、うんうん、だからとにかく500万で売りたかった。なるほど。当時500万って高かったですよね。高い。土屋さんのそのキャリアの中でまだこうオフィス作ったね、東京でいろいろ進出してテレビとかで始めたぐらいの中で500万円の車って結構高いですよね。高いけどなんだろう、うん、
なんであんな金あったんだろうな。ほんと1年に2台買い替えしたよね。おまけに六本木で飲み歩いてね、うん、使わなきゃよかったっすよね。本当だよね。本当だよ。全部六本木で終わっちゃったよね。ほとんどね。これでも開発するのにまたいろいろとお金もかかるんでしょ。かかるよ。サスペンションとかやっぱ開発するのに費用とか予算使ったんですか。なんかそれはもう会社の経費としてあるわけじゃん、うん、はい、例えば1000万、はいはい、でも俺はその1000万じゃ足りないから未然にをまた1000万用意するわけ。あ、社長貸付金だ。そうそう。あ、それで2000万円以上になっちゃう。売れたら返せみたいな。で売れたんですか結局。売れた。これは 32GTR のパーツで何が一番売れたんですか。サスペンション。ああ、ワンセットいくらぐらいで売ってたんですか。25、6万だったと思うけどね。安いな。安いんだけど今で考えるとみんな安いな、うん、と思う、うんうん、だってこれが500万で買えるんだもんね。え、今1000万以上だよこれ。3人、まあそうでしょうね、うん、これぐらいの個体だったら結構いきますよね。めっちゃ高いよこれ。綺麗だしね。86もそうだけどドノーマルっていうのが一番高いの。土屋さんのやつ何色が多かったんですか。みんなガンメタですか。最初はガンメタ、はい、90年はガンメタ、うん、ガンメタ、ガンメタ、シルバー、シルバー。あ、シルバーも乗ってましたね。白もあったんですか。シルバー。あ、最後ガンメタ、ガンメタ、シルバー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 。なるほど。イメージ的にはね、土屋さんのはガンメタすごく覚えてる。最初がね、最初がやっぱそうだったからね。で白いホイールつけて。そう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 すごい。あの、僕ねホットバージョンずっと見てたんで、ホットバージョン1号から買ってたんで、ホットバージョンに 32GTR 出てきて、早いんだろうな、こいつには負けらんねえなと思って、うん、周りはみんなやってたよ。タービン変えたり、はい、で400馬力500馬力って、はいはい、だけど俺はね、そういうのがね、壊れるのを見てたから、その取材で嫌で、はい、ノーマルブーストアップ、うん、で、マフラーとかコンピューターでパワーを上げていくっていう、エンジンには触んなかった。ブーストアップはどのぐらいまでが現実的なんですか。1キロぐらいかな。あ、おとなしいですね、随分。1キロで350とか380ぐらい。これ、ショップのやつでものすごいパワー出てるやつってブーストいくつぐらいになってるんですかね。あれだともう 1.5 以上でしょう。あ、 1.5 から 1.7。 そういうのってどういう車なんですか。でもドッカンターボみたいな感じだよね。そのそうなんですか、うん、RB をさ、チューニングして 2.6 を3リッターにしてるとかってのもあるよ、はい、あとはタービンだよね。タービン変えて800馬力とか1000馬力にしてるよね、うん、乗りにくい。下がない。いや、ぐわーってくるんです。そうそうそう。何がいいのって感じ。ということはゆっくり回ってまっすぐハンドル戻したところからぐわーってくる。そうそうそう。割と大雑把なっていうか。大雑把だよ。だからあんまりね、うん、そのパワーを上げて面白いかっていうと、俺的には面白くない。富士スピードウェイで何年か前に GTR のタイムアタックの企画で雑誌の土屋さん出てましたよね。うん、乗った。結構怖そうでしたね。ちょっとちょい濡れかなんかで。怖いよ。怖い。トップスピードは何キロぐらい出ちゃうんですか。280とか出てるよね、はあ、GT500 と同じぐらいじゃないですか。いや、変わんない変わんない、うん、で GT500 って150メートルぐらいでブレーキいくんですか。115。あ、そんなにいっちゃうんですか。で、その車はチューニングカーは何メートルぐらいでブレーキいくんですか。170ぐらいじゃない、はあ、だけど人の車だからね、信用できないじゃん、はあ、そうですね、うん、そうですね、やっぱ 80% いかないよね。やっぱ土屋刑事怪我するとね、あの愛する愛人とかいろいろ残さなきゃいけないものが怖いから怖いの。すみません、すみません人の車怖いんだから。そうですよね。今日乗ってみて、だってここのスイッチの馴染み具合とかやっぱり大変なもんですよいや、自然に動くもんね。本当本当、もう毎日乗ってるみたいな、いまだに、うんうん、自然に動く、体が覚えてる。へー、やっぱこのシート居心地いいね。そうですか。あ、居心地いい。だって1990年にこのシートができてんだよ。本当ですよね。すごいよこれ。土屋さんが今までこうやって5体満足で来れてるっていうのは、やっぱり大きな怪我してないっていうのは怖がりだったってことはあるんですか。怖がりだからもう、そのいろんなホット場所でも何でもそうだけど、いろんなチューニングカー乗るでしょ、はいはい、乗ってそのこれ1000馬力ですって言われても、ええ、ブーンって乗って、あ、これ俺無理いっちゃうんですか。
言っちゃうよ、うん、これ俺は無理だから誰か他の人に乗せて。ああ、そうすると 130R の、 あの気のいい大きな兄ちゃんが折り戸を学ぶという引き受ける事故ったりね結構ぶつかってますよね。だからやっぱそういうのがなんとなくこう分かっちゃう。なるほど。あ、なんかこの車やばいなっていうのが分かっちゃうから。これ初期のチューニングカーの1000馬力ぐらいの車の、うん、ね、あの代表車種じゃないですか。そうだね。 32GTR は結構危ないチューニングカー多かったんですか。多かったよね。多かったでしょうね。パワー的にはだいたい 5,600 馬力が普通、はい、だけど足回りがこれやばいだろうっていう足が多かった。あ、だから俺はあんまり乗りたくなかったね。あ、3人って聞くとちょっと身構える感じ。いや、もう3人に限らず、うん、そのやりすぎてるショップのサスペンションっていうのはちょっと怖くて乗れない。あ、まあ、チューニングショップの名前聞くとちょっともう引いちゃうみたいなのあるんですか。ここの店はみたいな、まあ、あるよ、ね、あるでしょうね。嫌だなっていう、あるでしょうね、怖いな。パワーだってね、上げられるんでしょ、みんな。 RB の場合は割と壊れないから、まあタービンが壊れるぐらいで、だけどなんだかんだ普通に5,600はあったよね、みんな。土屋さんちのはじゃあほとんど300ちょいぐらい、350から400ないぐらいが面白かった。なるほど、踏める。なるほどなるほど。タイヤなんか16インチですからね。ね、うん、16インチ最初試してたんですか。もうだから買ったみんなと同じ状態でまずサスペンションもブレーキもテストしないと意味がないから、でそこからテストが終わって ほぼ完成形になってから自分で17インチとかインチアップ、はい、16インチだと結構動くでしょうし、動く幅も狭いんですけど、エアボリュームあるから動く、こんなだってエアロも何もついてない車で動いたら車どこに行っちゃうか分かんないじゃないですか。まあだけどテストはそれでしないとね、みんなが買った状態でテストして、はい、ほぼ出来上がってからインチアップしてこうですよみたいな。でノーマル状態のその16インチで車高もちょっと高めだと結構暴れるんですか車。暴れる暴れる。あ、だけど足のテストの時ってもう15、20は落としてるからね。それでも車検対応ぐらいでしょ。うん、対応対応。車検対応の範囲の中で考えたらやっぱりレーシングカーと違ってまだ動きますよね、うん、上。それは動く。怖いですか。怖いっていう、でもやっぱりメインはストリートよ、うん、ストリート乗ってサーキットはたまに行くっていう、そういうのを、そういう時代か。そうそうそう、それを理想とした足だよね。ああ、かっこよかったな昔は。そういうの、土屋圭一はその文化の頂点にいましたからね。まあ、なんだろうね、ありがたいことにね。本当ですよ、運がいいよね。一番いい時代に一番いい仕事しましたよね。素晴らしいですよ、運がいいの。でも16インチがそのままこういったノーマルカーだったらいいんですけど、グループ A に反映されてるっていうね。ああ、そうだね。あれはちょっとバランスどうなんですか、あの車。だけどあれはあれでやっぱタイヤメーカーがちゃんと作ってくるよね。ああ、でもなんかテストの映像を見ると雨だと真横向いてるし。ああ、そうだね。あと星野さんの GTR とか菅生の試験のところでタイヤがブニョンブニョンブニョンってなってるし、動く動く、うん、動く動く。あれはどうなんです、乗りづらいっていうか。いや、乗りづらいよ。やっぱりそのステアリングに対して遅れてくるからね、タイヤがこうやって動くから。それ切ってからちょっとタイムラグがあるっていうのはもうその当時としてはみんな当たり前だから、タイヤ時代がグループ A のレギュレーションがそうだから。90年当時で扁平タイヤって言ってもせいぜいでも45とか40とか35。いや、90年代はそんなのない。まだないですか。ないないない、うん、50 5055、5055、うん、土屋圭一の M7 知ってる？あったあった、そんなのあったね。あったあったあった。M7 だろうみたいな。M3、M7、M5 あったあった。そうそうそう。ね、あったあった。そういうやつですよ。うん。それみんな35とかじゃなくて50とか55とか、ブヨンブヨンでしたよね。そう、動いたね。まあだけどそれはもうしょうがないよね。で、あんだけ車高あると300の近く富士なんか出ちゃうでしょ。下からこう空気入って持ち上がらないんですか車。え、だからグループ A のレースの時はもうこのまんまでいじっちゃいけないから、300キロ出るわけよ富士で、はいはい、だからあの当時で 32GTR のグループ A って670馬力あったの。アホですね。で300キロ出る富士で、はい、とピットロードエンドから1コーナーまでにハンドルがこう軽くなるわけ。わかるんだ。は、うん、うわやばいなフロント、はあ、だからもう
エンジンルームに入った空気が逃げないわけよ。はいはい。そうフロント軽くなってくるよ。ああ、ここら辺とか動いてるの見えちゃったりするんですか。そう、やっぱりやべえみたいな。あ、バタバタしてるんですか。ここ抜けるようにしてあるんですよね、きっとね。当時は、うん、ここにカンチャンかまして、はい、上げてたの、ここボンネット。あ、逃げるように。ああ、はあ、だけど こんなのどうなってるんですか。こんなのブルブルしてるんですか。プル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 ですか。うん、こう雨の時とかこれ負けちゃうんじゃないですか。300キロとか出ると負けるね。全然負ける。どうなるんですか、負けると。これワイパーパタンパタンパタンだからもうレイン X 塗っとかないと見えない。乱暴な。パタンパタンパタン。じゃ逆にもうこれ使わないで、そういったレイン X みたいなもので逃がした方がいいな。そうそうそう、そういうこと。へえ、すごい世界だ。あとなんかペダルが熱いって聞きましたけど。ペダルは熱かったよ。だってマフラーが本当にあの運転席の下、フロア通ってたから。はい。だってもうアクセル踏んでる間、ブレーキのフルブレーキングすると熱いんだから。で、レーシングシューズだと溶けちゃうわけ。はいはい。靴底が。それで長谷見さんがリーボックをみんなに配ったの。リーボックカラーだから。あの靴底が熱いじゃん、リーボック。はあはあ、でこれだと溶けない。でも本当はいけないんですね、そういうの履いてレースしちゃ。だけど星野さん、長谷見さんが履いてるから、うん、審査委員会も何も言わないわけ。なるほど。ね、うん、でやっぱり星野さんだ、長谷見さんだ、国さんだって履いてたらさ、はい、誰も何も言わないよ。12号車には何も言わないっていう最近もありましたからね。あったね。やっぱ12号車には言いにくいんだろうね。12号車やっぱり神ですから、うん、神だね、うん、8号車まだね、あのちょっと歴史浅いですから。舐められてるね。そう、1990何年ぐらいからですから、ね、そうだよね。2000年ぐらいかな、8号車は、うん、いやそれでいくとやっぱりこういった車バランス悪いのにそんなパワー上げてレースやってた、ドライバーは相当頑張らないといけなかったんですね。いやもうカウンター当てまくりだよね、これに乗ったら誰でも暴れるから。で ETS っていうかもうその電子制御四輪の、はい、まあ、そういうサスペンションなんだけど、ええ、やっぱね遅れてくるわけ、動きが。あの今考えるとアテーサ ETS って出来どうでしたか。まあ、今考えると、うん、60点ぐらい相当甘かったですか、やっぱり今考えると。甘いっていうかちゃんとコーナーこう綺麗に曲がれないんだっていう、うん、ああなっちゃうんだ、やっぱり。だから電子制御でうんうんうんって動くわけ。はあ、ね、はい、だけど速いから、よしとして。当時の中ではやっぱりそのでもアテーサ ETS があったからあんだけ強かったわけですよね、と思うよ。うん、だから出来は悪いけど発想は良かったっていう、うん、ああ当時でもやっぱ癖があったんですか。そりゃそうだ、こう曲がってないときにこうやって動くんだからさ、ね、それでアクセル入れるわけだからもう、うん、あそれで動きすぎちゃったときに戻すからこういうカクカクコーナリングになる。そう、4駆だからやっぱり引っ張り出そうとするじゃない。それで16インチだからなおさら滑ってかっこよくなっちゃうんだ。そう、滑って引っ張り出す、滑って引っ張り出す、うん、かっこよかったんですよ、走りが。かっこいいよ、うん、俺だってもう星野和義に憧れたもん。自分と同じ車乗ってるのに。後ろから見てて星野さんもそれからあと、まあ、みんなそうだったと思いますけど、遠赤またぎまくりでしたよね。遠赤の使い方がうまいんだよ星野和義。かっこいいよ。どこの遠赤がすごかったですか。もうどこでもだよ、もう鈴鹿だろうが富士だろうが菅生だろうが、はあ、だからこう星野さんの後ろについて抜けるかもしれないっていう時は何回かあった、はいはい、抜きたくないんだから。見たいの星野和義。ファンなんだもんなこれが。いやかっこいいんで、その遠赤の使い方がすんげえかっこいい。あのね皆さん、これねこれサーキットでね一回体験すると分かるんですけど、遠赤って中半と半端に乗ると飛ばされたりするんですけど、思いっきり車の真ん中ぐらいまでまたぐとスッといけたりするところがあるんですよ。そういうとこ行っちゃうんでしょ。そういうの探すのうまいんですよね、きっと。うまい。他のドライバーだとこう跳ねるわけ、遠赤で。あ、星野和義だとなんか真綿の上を乗ったようにふわースッといっちゃう。なんでしょうね、それ乗り方の角度とか乗る場所とか知ってんですかね。と思うな。だから他のドライバーが跳ねてるのに星野さんは跳ねない。もしかするとあとハーフで入ってから全開するとかかもしれないけど、技使ってる。だからもう後ろで見てたい、うん、
ベストモータリングの時に一番すごかったのはでも星野さんと橋本さんかな、わかんない、鈴木敏夫さんかな、前にジータルジで3番目に土屋さんがいて、土屋さん都合のレインボーってところで四輪芝の上走ってます16インチで車高があるとこんなこともできんだって、欲だしあれすごかったですね、うん、避けねえやつだったからね、前走ってるやつがね、避けねえんだったらじゃあ、うん、内側の内側からそうそういう喧嘩レースみたいなところありましたもんね。だけど弾き飛ばせないよね、うん、ここにいるぞどけよってこうコツンコツンコツンっていうのは当たり前、うんうん、それはだから日本にいる人たちがレースをメインでやってたからそういう時代だったと思いますけど、これスーパー GT になってくると得体の知らない外国人が来るようになって、そういう感情を知らない人がボカーンとぶつけてきたりとか、ね、土屋さんのキャリアの今期なんかも結構乱暴な外国人いましたよね。いや一番乱暴だったって言えば JTCC っていうレースだよね、はいはいはい、あれはもうぶつけ合いのレース、あれだって BMW ワークスとかで、ね、いろいろアルファロメオとか来てましたもんね。そう、うん、あとはやっぱりこの時代もそうだよ、うん、そのグループ A の時代ってインターテックの時に海外から来るから、うん、もう外人なんか普通にこう当ててくるよね、だけど弾き飛ばさないよね。ああなるほど、そういうのかっこいいですね。いやかっこいいよ、こうコツコツ当たりながら行くってかっこいいよ、うん、でも今のスーパー GT ってちょっとぶつかると部品が取れちゃうからもう昆虫の足みたいなのがたくさんつきすぎなんですよあれそうだね、うん、これぐらいなんかだからカメラねボディがレースしてるみたいな、だからぶつかったって取れるもんほとんどないじゃないですか。ないない、本当にない。土屋さんだったらこのミラーとか取れてレースしてるところとか見たことありますけど、ミラーもそうだし、このマーカーサイドウィンカーね、うんうん、これをプランプランするとか、それぐらい、こんなのなんかビローンと目玉ね配線でつながってビロビロしてますよね。そうそうそう、うん、それぐらいでピット入ってきて、でなんかガムテープで止めて出てくるみたいな。そう、かっこいいんですよ。いやかっこいいよ、うん、だから素でかっこいいんだよ3人は。そうですね、なんかね丈夫なイメージもある。丈夫ですか、ね、この車。丈夫って丈夫だよね、うん、あとは RB も丈夫だね、このエンジンはね。すごいエンジンですよね。いやすごいエンジン、これは本当に、うん、これ最初に自分で買って乗った時にどう思いました。いやもうその280馬力がこの車にとっては物足んないから、もうすぐブーストアップ。ああもっといけるだろう。そうそうそう、だから1キロ上げちゃうともうね燃料が足んなくなるんだよね。インジェクターも変えなきゃいけない、はいはい、だからインジェクターも変えて1キロ上げるぐらい、うんうんうん、でまあ400馬力ぐらいでこう踏んだらベッみたいな、うん、これでいいじゃん。運転のコツとしてはよく言われるのが、ちょっと大きめにハンドル切ってグーッと用がついたところでアクセル足していくとガーッと斜めになって出るって言われますけど、そういうのはどうなんですか。それはある、はい、だから そこはアテーサ ETS の動きがまだ、うん、その発想は良かったけど出来が悪い、はいはい、うーんっていう動きは、うんうんうん、だからそういう動きはしてたね。そういうことはちょっと最初のアクション大きめ、うんうん、その方見るとかっこいい。そうだね、だから後ろをまず荷重移動で動かしてやってからアクセル入れるとうーっと出てくるよね、うん、そこのコツをつかめるつかめないかでやっぱりそのまあなんていうんですか、この車でさっきから遊んでるアマチュアドライバーなんかは大きな差がついたんでしょうね、うん、そりゃそうだよ、だってそのうーんうーんっていうのが怖くてうーんでみんな止めちゃうからね、うん、やっぱこうグループ A で乗ってた俺らは、うん、そのうわんがあってもしょうがねえやって踏んでっちゃえっていう乗り方があったもんね、うん、いやだってなんかグループ A の時こうやって加速していってましたもんねそうそうそう、こうやって加速してた。すぐの最終コーナーとかやっぱりずっとこうなってるんですか。なってるねだからアクセルのオンオフに反応するよね。あ大きくね。あで結構ドライバー疲れる車ですか。暑いし疲れたと思うよ。めっちゃ暑いし室内温度だって5、60度でしょ。ねえそんなペダルが暑いんだとね。そう、うん、それは若いからできてたんですね、うん、と思うな。へえ。でこれで高橋邦光さんと組んでね優勝もしたし、そうそうそう、うん、土屋さんのキャリアの中では本当でかい車なわけですよ。いやでかいでしょう、うん、